心を打ったタケルの不屈格闘家たちが小三元地艦船の平本蓮氏抜きで身を削って戦う侍魂スープアレックのロキック地獄に耐え、魂の戦いを見せたタケルだったが、最強王者には届かず、試合後のインタビューでは絶対勝って、世界一を証明して、ファンの人たちにパワー与えたかったっすけど、そのために今できる、今の体でできる限界ギリギリのところまでやりました。絶対勝って、タケルについてきてよかったって思ってもらいたくて、血抜きで頑張ってきたんですけどと、呼吸、今ほんと、地震とか辛いことってたくさんあって、苦しい思いしている人がいる、命がけで戦って、頑張ればいいことがあるって見せたかったんですけど、これ以上、僕は体を作れませんと、引退を示唆した。果たしてタケルは今後どのような動きをするのかに注目です。正直、タケルについてはここ数年の格闘技界で最も影響力のある格闘家実業家という風に思う。ゲイ、一を復活させるための商談、スポンサー契約など、普通のミンハ格闘家ではできないことを練習と並行して言っていた。これがいかに大変なことか個人事業主の人なら身をもって感じるはずで、本人も相当な覚悟を持って向き合っていたはず。今回の敗戦は残念だったけど、自分の功績については誇りを持ってほしいです。個人的にタケル選手から学べることは、大切なことは勝ち負けだけではないということ。もちろん本人は勝ちたかったでしょうが、本気で身を削り何かに挑戦することは、勝敗関係なく様々な人の心に良い影響があったと思う。彼の生き方はたくさんの人の道しるべになると思う。素晴らしい試合でした。スーパーレックの距離感のうまさにやられてしまいましたね。タケル選手のインローは半歩ずらして被弾せず、自分のローは力いっぱい当てる。タケル選手は試合の組み立てできないまま強引に出ざるを得なかった。限界と言わず、まず、タケル選手と相性が良さうなロッタンと流行ってほしい。そして、勝って、スーパーレックには少しだけスタイルチェンジして、リベンジしてほしい。タケル選手のファンです。まずは本当にお疲れ様でした。ただ、正直ザ、マッチ以降のメンタル含めたブランクが長すぎた印象。ゲイ、一時代から試合見続けてきてるが、タケル選手は試合間や足止めたショートレンジでの打ち合いが得意な選手。本当に強いが、自分の土俵に立ってくれない選手には引き出しが少ない印象が昔からあった。ゴリゴリ、ロキックで押すスープアレックよりロッタンの方が噛み合ったかも。ただ、まだまだ応援してるので頑張ってください。天心との第一番に敗れて本気で引退も考えただろうし、そこからもう一度立ち上がってここまで仕上げてきた。年齢から言ってもできることじゃない。限界までやりきった実感があるからこそ出た言葉だったと思う。KRUSH 時代から活躍を見せてもらってきたので、姿を見るのはからかったが、もしもう一度立ち上がる姿を見せてくれるなら全力で応援しようと思う。頑張れなんて言えるはずもない。すごいものを見せてくれたことに感謝したい。世代じゃないけど、中島みゆきの歌を思い出した。覚悟を持って戦う人間のことを、戦いもせず笑う。そういう奴らはいつの世にもいるんだな。天心も武井も、天ものエプリも、それぞれに自分のチャレンジをしてる。格闘技に限らず、努力に努力を重ね、大きな何かに挑んでいる人を、そして夢破れた人を、笑うような人間にはなりたくないと心底思った。悔しいね。願った通りにならないのが人生、結果は伴ってくれなかったけど、そこに向かって全力で努力し、覚悟を持って調整していただけた歌詞の姿勢があったからこそ人を動かす力があると思います。まずはしっかり休んで気力、体力を回復してください。お疲れ様でした。ありがとう。本人が言うようにタケルはできることをすべてやった。今回、天心戦後に感じたのと同じ感情を覚えた。タケルは気持ちで戦うファイター。なので自分より実力のある選手と戦うときは戦術が勝敗を分ける。要するにチームとしての総合力の差が天心戦、スーパーアレック戦の負けにつながった。これからも格闘技を続けるのであれば、所属チームやトレーナーを変えた方がいい。タケルの負担を軽くしてやればまだまだできる。周りは何でも穂高に背負わせすぎ。スーパーアレックと対戦するにあたり、どんな作戦で挑んだんだろうか。ローキックで左足は腫れ上がり、転倒するシーンが二度あった。やられたくないことを執拗にやられ、やりたいことができない展開で、タケルなら作戦次第では勝てる試合を逃したように思います。めげずに頑張ってほしいと思います。良い試合でした。まさに激闘3ラウンドはあと一歩で KO まで追い詰めたのだが、残念なのは天心戦での敗戦から学んでいなかったなと、ジャブを甘く考えているし、防御を甘く考えている。気持ちで勝つは考えが甘い。本物は技術で勝つ。天心やロッタン、スーパーレックのような本物のチャンピオンたちは、気持ちが折れることはない。だから、最後は技術の勝負。それを天心戦で学んでいたなら、スーパーレックにもロッタンにも負けない選手なのにすごく残念です。スーパーレック、ロッタン、
転身レベルに勝てないとコメントしたら結構叩かれた。だが自分が言った通りになったでしょう。ただタケルは作られたスターと思っていたが、国内ではやはり最強だなと認識した。上記の3人が異次元なだけで、タケタカシは強い。タケルの印籠は前にもコメントしたように、スーパーレックにはやはり通じなかった。ルンピニーの王者にタケルレベルの印籠が有効に働くわけがない。スーパーレックはこれでキック4戦目だと考えると恐ろしいよね。身を削ることを美化するのはいつもどうかと思う。格闘技である異常負傷はつきものやし犠牲なくして勝利ないのもわかる。ただ、賞賛を込めてやろうけど、侍魂とか言って美化するのはあかんかなと。ずっと格闘技やれるわけでなし、引退してからの方が人生長いんやから敗戦の中の巧妙は評価こそすれど、危険な部分は咎めるべきかなと思う。特に越境力ある選手ならなおさら、解説の正人が根性ある奴は、ローやボディでは倒れないと言ってて、当時の正人を思い出して懐かしかった。正人やタケルみたいに、絶対に心が折れない選手の試合は、不謹慎だけど、追い込まれると間違いなく面白くなるんだよな。あのローはかなり厳しかったんだろうな。でも 3R タケル流の追い込みであそこまで追い詰めたのはさすが。本当に熱い試合でした。タケル選手ありがとう。泣くことなんてちっともない。十分胸を張っていい試合でした。もはや勝ち負けを超え、大生き様のような試合見せてもらいました。また頑張ってみんなに勇気与える試合見せてください。途中で反撃に出たようにも見えたものの、やっぱり相手が上手だったね。今思うことはいくつもあると思うけど、もっと強くなれると思う。今ここで折れるな。タケルは倒れないから強引じゃない。スメラギチみたいに倒れない自慢している選手とは違います。倒せるから強いんです。3R、倒してほしかった。あの時、何が何でも倒してほしかった。悔しくてたまらない。感動しました。言葉では軽くなるのでこれ以上ないです。ブレイキングダウンとかはもういらないでしょう。この試合見たらいかに自分たちが格闘技の品質を下げてるのかわかるはずだ。くだらない不良ごっこは見たくない。これから未来ある選手たちで格闘技界を復活させてほしいです。ブレイキングダウンは本当にいらない。判定の結果は妥当だけど、勝ち負けを超えた試合を見せてもらいました。なんだろう、うまく言えないけど、格闘技最高。タケルの試合を見て勇気をもらった。他の選手ではこういう感情は湧かない。唯一無二の世界一の根性格闘家。リスクを恐れず前に出れる選手はほとんどいない。例えば、他の選手特にナスの試合を見ても1ミリも感動しない。確かにスーパーレックのローはロッタン戦を見ても強烈だったね。そういえばロッタンはあの人との試合で効きまくっているローを途中でやめちゃうんだけどなぜだろう。